シロ、こちら基地防空首相。敵編隊は輸送機多数、それに護衛戦闘機が随伴している。敵の狙いは当基地の占拠だ。まさか敵はロシア本土の侵攻まで考えて。戦車を切り離す前に狙えばもろとも落とせるぞ。わかるか。やるしかねえのか。にしてもなんて作戦だ。輸送機から空挺戦車が降下。落下さん数えたか。俺は途中で諦めたぞ。落下銃を狙っても構わん。空挺戦車を破壊せよ。空挺戦車がこちらに進軍してくる。戦車をマスドライバーへ近づかせるな。膠着地点から戦車が移動を始めました。地面に足つけた途端ゾロゾロ動き始めた。上空にも敵多数、こっちに来るぞ。戦車に突破されたら終わりね。フリーズ、こっちの戦力は十分だと思う。空からの私たちが支援次第ということね。ユークの空挺戦車は全滅した。上空の味方機に感謝する。あらかた片付けたぞ。地上兵力による宇宙基地占拠を諦めた敵は破壊作戦へ移行した模様。敵残存兵力を総動し、マスドライバーの損害を最小限に抑えよう。レーダー圏外から飛来する巡航ミサイル多数捕捉。戦闘機は巡航ミサイルを撃墜せよ。爆撃機の撃墜をこちらでも確認。こいつらが巡航ミサイルの母機というわけだ。隊長、そちらでは巡航ミサイルを確認できますか。こっちでも捕捉しました。施設に向かっています。すごい数のミサイルだ。このままだと SSTO が被弾する。こちら飛行実施責任者のアラム・ギッテルマン。 SSTO の発射を決行する。打ち上げシークエンス再開。各位へ、打ち上げのタイミングは今しかない。最後まで立派にやり遂げよう。以上だ。気象班了解。制御班了解。誘導班了解。飛来する巡航ミサイルの数が減ってきた。発射まで4分だ。それまで守り抜け。4分もか。とても保てない。フレーズ、アークバードの生まれた訳を知ってる？そう、少なくとも今回の任務は想定外だった。ミサイルの軌道を捉えました。迎撃します。ダメだ、カバーしきれない。大丈夫、落ち着けば撃ち落とせる。木が追いつかない。徐々に押されてきてる。ムービー、打ち上げ施設は無事か。こっちからは確認できない。落ち着け。
から退避しろ。この仕事にミスは許されないんだ。最後まで残る。あと少し、あと2分。最終確認だ。各部署へ今一度チェックを行え。誘導、後方、制御、計測、通信、飛行力学、いいか。各担当主任より確認。全て OK です。飛行実施。遠隔計測の最終確認はどうした？すいません、遠隔計測チェック完了です。あと1分、良い旅を。準備しよう。ここまでなのか。まずい、きっとなんとかなる。だから後ろに見つけた。打ち上げはまだか。まだなのか。このままだとまずいぞ。秒読み。20 19 18 17 16。敵接近、退避しろ。これだけは死んでもあげろ。5 4 3 2 1。SST を加速中。第1ポイント通過。第2ポイント通過。第3ポイント通過。マスドライバー、巡航ミサイル被弾。こちら観測ルーム、 SSTO は順調に上昇中だ。おめでとう。